7月に入りました。今日が7月の8日でございます。はい、伊勢湾でございます。はい、今日はちょっとね、青くないですね。曇っているからっていうのもあるのかな。ちょっと雨が続いたというのもあってね、ちょっと海が濁っている感じがありますけれども、はい、ようやっとですね、空波6月の末頃にね、ヤマハの MT-03、はい、納車をしていただきましたけれども、そのオートバイがね、まあ10日ぐらいかけて、ようやく空波が初めから思い描いていたようなね、まあトレーサー3、まあ、MT-03 トレーサーというふうにね改めて呼ぼうかなというふうに思ってるんですけれども、まあ、GSR250S をねアドベンチャー化してね、GSR250SA って呼んでたようなもんなんですけどもね。はい、じゃあね、その今日はオートバイの外見をね、皆さんに、ご紹介をさせていただこうかと思います。はい、ということで、今回納車して MT-03、はい、まあ、カスタム 80% ほど完了しております。現在の姿です。はい、見ていただきましょう。はい、じゃん。はい、こちらです。はい、ヤマハ MT-03、 はい、トレーサーでございます。はい、いかがでしょうか。良くないですか。僕すごい好きです。中ではおそらくね、ストファイの MT-03 をね、お前こんなカスタムしやがってって多分思ってる人もたくさんいらっしゃると思うんですよ。ダサーって思ってる人もね結構いると思います。はい、まあ、ただカスタムなんでね、そこはこう、まあ、個人の趣味ですから、お許しいただけたらなというふうにね、はい、思います。はい、今はまあほぼほぼ出来上がってましてですね、あと細かいパーツをいくつかまだ来てないのがあるので、それをつけるのをね、待ってるような状態で、ございます。ここにも、反対側にもトレーサーと、はい、入れてあります。まあ、いわゆる台無しカスタムはい、ですけどね、はい、まあ、僕はすごくいいなって思います。はい、こんなの、例えばね、道の駅で止まってたらね、絶対乗ってるライダーさんにね質問しちゃいますね。はい、で、まあ、改めてね、皆さんに、ここで、つけたもの、まあ、カスタムなんかを、まあ、現行の部分ですね、を紹介したいと、いうふうに思います。はい、まずそうですね、前の方からいきましょうか。はい、前の方からいきますと、このウィンドスクリーン、はい、ウィンドスクリーン、これね、ダメ元で買ってみました2660円ぐらい安っ。はい、そんなウィンドスクリーンがついております。まあ、そして、ナックルガード、はい、これもですね激安ナックルガードでした。まあ、ただね、これ MT-03 ってここにも入ってるんですよ。 MT-03 って入ってるんですけども、一応専用品という触れ込みでしたが、これ Amazon パーツなんですけども、とんでもね食わせ物でしたね。はい、これはねかなりこうちょっといろいろ加工が必要でした。なんでね、もし買う方いたらちょっとこれ注意した方がいいかなと、いうふうに思います。はい、それからあと、ミラーをね、変えました。はい、これ一応純正風のミラーをつけてます。はい、ですので見え方なんかはほぼ純正と一緒ですね。はい、それから ATC、 これはもともとついている、これアンテナですね。はい、そして、こちら、はい、これがスマートモニター、まあ、これ X ホースからの、なんていうの、移植です。はい、まあ、これも自分でやりました。それからこちらに、これも同じく X ホースから移植をした、USB とシガーの電源ですね。はい、この辺を移植しました。で、こちらがそのこのスマートモニターのドラレコのカメラですね。はい、ですのでね、このフロントの部分で、まず、かかってるお金、2660いくらと、このハンドガードが、いくらだったかな、7、8000円だと思いますので、まあ、1万円ぐらい、ね、それからあとミラーが2000円で1万5000円ぐらい、
はい、で、カスタムできちゃってます、はい、いい感じじゃないでしょうか。だいぶこう綺麗にね、元からするとなりました。うん、まあ、それから、このエンジンガード、はい、エンジンガードなんですけれども、ここにね MT のマークがこうキャップについてるエンジンガードもね、これもね、8000いくらだったかな、これもクセモンでしたね。まあ、物自体はね本当に傷だらけ、で中もかなり錆が あるような状態だったんで、まあ、中をね、ラストガードをして、まあ、錆止めをした上で、このね、まあ、あと黒く黒い部分、まあ、塗装がぶつかって剥げてた部分は、自分で、まあ、再塗装をした上で、さらにねこの、まあ、エンジンのこのマウントですよね、まあ、エンジンとマウントしているところのボルトを付け替える形に、なるんですけれども、ここがねもともと付いてたボルトが黒森鋼だったんですよ。でエンジンなんで、まあ温まる部分じゃないですか、その、まあ、ボルトのところもね。でそこに入ってたのがね、まあ、写真ではね黒森っぽいやつがついてたんで、まあ、これならいいやと思ってたんですけども、実際来たものがステンレスでした。で多分黒森鋼だと、まあ、今日高度的にも、まあ、13とか 12.9 とか多分あると思うんですけど、まあステンレスだと M10 でも7ぐらいなのかな、ちょっとよくその辺ごめんなさい分かんないですけど、強度的にもね、それとも、まあ、熱が入る部分ですから、まあ、あとは電飾とかね、まあ、いろいろあるので、それをそのまま使う気にはなれなかったので、まあ、新たにね、黒森鋼のボルトを手配して、それで付け替えたりとかね、まあ、いろいろちょっとここは面倒くさかったですね。まあ、あとは、これがプラナス、のマフラーですね。このプラナスのマフラーね、激安でした。これ綺麗、に見えるでしょ、ね、皆さんね、これもしかしたら新品って思うかもしれないですけどね、これ僕が再生しました。中古のかなりボロくてサビスサビのマフラーだったんですけどね、ちょっと時間をかけて、まあ、手入れをして、サビを落として、まあ、耐熱ブラックを再塗装してね、でこのカバーの部分だけね、比較的綺麗なのを落札して、取り付けました。なのでこのマフラーもマフラー本体とカバーでだいたい1万円ぐらいだったかな。はい、でねこのカービングシェルケース、まあ、これはいただき物で、もともとあったやつでね、もともと空波の、この持ってるバイクにつかない、つくバイクがなかったんでずっと眠ってたケースですね、いただいたものなんですけどもね、まあ、ようやっと日の目を見ることが、はい、できました。もうこのカービングシェルケースの優れものっていうのは、こういうお尻がね細いオートバイであっても、まあ、しっかりとこのライトの部分っていうのが開口しているので、後ろからねブレーキランプが確認できますよと、いうところが、まあいいところかなと思ってます。でこれはボックスはね、これは最近では GSR250S、で使ってました。まあ、最後はこれもね、X ホースで使ってたんですけども、このボックスはもうね長いですよ。 SH の45、僕がおそらく、YBR、125で、確か使ってたケースなので、もう10年以上、使ってるケースですが、まあ、最近ね、黒の部分を、まあ、再生塗装っていうか、スーパーハードね、かけ直したので、まだまだ綺麗でね、使えそうですよね。はい、ということで、今のところはカスタムは、そんなところですかね。あとここにリアのね、ドラレコのカメラがついておりますけれども、はい、いかがでしょうか。まあ、こんな感じで、はい、今ね、カスタムが第一段階、まあって言ってももう 80% 終了してるんでね、ほぼほぼここから見た目は変わらないと思います。まあ、多少ハンドルが上がるかもしれない、それから、このエンジンガードに、ブロックがつくかもしれない、そしてタンクパッドとか、あとヒールガードですね、やっぱりこの今はまだついてないんですけど、この車体見てもらって皆さん、どこかが明らかに浮いてる場所がありませんか、車体で。まあ、バックは別としてね、やっぱりここですよね、ここの部分、このヒールガードのシルバー、金ピカのシルバーがすごく目立つようになってて、まあ、そこをね黒くしたい
いなっていう、まあ、要望があって、まあ、比較的安めのねヒールガードを今手配してます。まあ、それが来たら、ここの部分がね、まあ、黒くなりますので、まあ、それで大体見た目的には、うん、まあ、ほぼ僕の好み的にはね完全無欠かなと、はい、思います。あとこれ忘れてました、空気圧センサーね、はい、前後に空気圧センサーが、ついています。はい、でまあ、あの車体の方もね、ほぼほぼ、こう傷等のケアをしました。あと焼けのケアをしましたんで、んー、まあどうでしょう、どうでしょう皆さん、本当に、まあ、30万円ぐらいの、あの車体とは思えないぐらいにこう綺麗じゃないですかね。うん、まあ、樹脂とか、それとかね、このエンジンの部分とかもね、かなり、手入れをさせて磨かせていただきましたのでね、はい、今いい感じになってるかなというふうに思います。はい、一番まあこのバイクでね大きな傷っていうのが、タンクの傷だったんですよ。うん、あのそれがね、ここにあるんです。はい、わかります？わかんないでしょわかんないでしょ。はい、これはですね、いつもレッドバロンの、店長さんにもね、これどうやって消したんですかとかね、聞いていただけることがあるんですが、まあ、あの秘密の方法で消しております。はい、あと、大きな引っ掛け傷、これはねちょっとね樹脂の部分なんでなかなかうまくは消せてないですけれども、この MT-03 のねあの後ろの部分、ステッカーの後ろの部分ですね、ここにピーっていうね細い傷が入ってたんですね。はい、これもまあなんとか、うん、まあ、まだ見えるんですけどね明らかに、うん、ただ、僕の中ではまあこれならいいかなっていうレベルまで、補修ができました。はい、はい、ということでね、いかがでしょうか、こちらのヤマハ MT-03、はい、トレーサー、まあ、僕的にはね、大体こう思い描いていた感じにね、今こうカスタムができてきているので、まあ、だいぶ満足してます、うん、だいぶ安かったかなと思いますね。はい、いい買い物できたのかなというふうに思っております。ということでね、今日はこちらの新しく入手しましたねヤマハの MT-03、はい、トレーサー、こちらの、まあ、外見、見た目紹介ですね。はい、こちらを、やらさせていただきました。まあ、今後ともね、こちらの MT-03 トレーサーは、空波のねバイクのラインナップの中では、まあこれ前々からもね、言っておりますけれども、そのスーパーサブ的なね、はい、あの立ち位置に、なって、いろいろな場面で、あらゆる場面で活躍されることを、期待しているオートバイになっておりますので、まあ皆さんにもね、これから非常に出動機会というか、まあ、お目にかかる機会が増えてくるバイクなんではないかなというふうに思いますので、まあ、ぜひね、お見知りを聞いただいたら、嬉しいなというふうに、はい、思います。どうもありがとうございました。